いつまでも続く日常、自分という存在。ある日突然、何の前触れもなく失われてしまうとしたら、果たせなかった思いやかけがえのない記憶はどこへ行ってしまうのだろう。3年前、一つの都市が消滅した。テレビやネットではたくさんの情報が報道され、すぐに訂正されを繰り返していた。秘密裏に開発されていた軍事兵器の誤作動か、危険な化学物質が大気中に舞っている。消滅は終わったわけでなく、中断しているだけだ。流れる噂のほとんどは根拠のないデタラメだったけれど、少なくとも一つ、消滅に巻き込まれて生き残った女の子がいる。それは本当のことだった。私は生きていた。私だけが生きていた。ある日、突然、怪しげな人たちが現れて、私は身柄を拘束された。監禁された私は、そこでいくつもの検査を受けた。複雑な計算問題を解けるか、裏返したカードの図柄を当てられるか。服を脱がされて、体を調べられたり、冷たい鉄製の器具で触られたりしながら、何日も何日も終わることのない検査を続けられた。一日の検査が終わると、何もない部屋で一人きりの夜を過ごす。起きる、検査する、眠る、起きる、検査する、眠る、繰り返される日々の中で、抵抗する気力もなくなって、私は、生きることを諦めていた。何も考えられなかった。大切な人を思い出そうとしても、その笑顔を思い描こうとしても、なんだか輪郭がぼやけてしまう。心が死ぬって、こういうことなんだ。だけど、その日、私は、もう一度決意することになる。非常警報の音。男の人たちが入ってきて、私に、来い、とだけ言った。私はどこか別の場所へ連れて行かれるらしい。でも、どこへ？そう思った、次の瞬間。一人の男の人が不可解な行動をとった。もたもたするな。早く。誰？あんたを助けに来た。コートを脱ぎ捨て、私の手を引いて、その人は窓を突き破った。
ガラス片が光を乱反射してキラキラと眩しい。私は少しだけ目を細めた。ずっと諦めていた。私の人生はもうこのまま終わっていくと思っていた。でも久しぶりに日の光を浴びて、止まっていた時間が動き出したような気がした。私はもう一度生きていいのかもしれない。どうして私を。飛ばすぞ。捕まってろよ。あれは魂。私は連れ戻されてしまうの。あの何もない真っ白な部屋に。そんな私は由紀さんは俺が守る。私たちを守ってくれるわ。これでどうだ。くそだな。ええ、でもまだ弾は残っている。指示はどうなることかと思ったが、あんたを依頼主に届ければ契約は終了だな。アキラ、ありがとう。こうして私は追ってから逃げ切ることができた。戦っている最中はとにかく必死だったから、運び屋の男の名前も聞かなかったし。
ほとんど興味も持っていなかった。この時私が抱いた運び屋の印象は、スクーターの運転がすごく上手だとか、失礼かもしれないけれどちょっと汗臭いとか、多分そんな感じだったと思う。私はまだ知らない、その男と二人で旅に出て果てしなく長い道のりを一緒に進み続ける、そんな未来が待ち受けていることを。でもね、拓也、今になって思うんだ。私たち本当は出会わなければよかったんじゃないかって。